根の日は、日本海軍の初春型駆逐艦2番艦である。日本海軍の艦船名としては1905年、明治38年春工の神風型駆逐艦守備に、続いて2隻目。1933年、昭和8年9月に春工した。戦闘商法など公式記録で、この日、この日の表記もある。1942年。 昭和17年7月、アリューシャン列島で潜水艦の攻撃を受け沈没した。浦賀選挙で、仮称第65駆逐艦として1931年、昭和6年12月15日に寄港した。1932年、昭和7年8月1日、艦艇類別等級表に初春型駆逐艦が新設され、三隻に初春、コピ、若葉の艦名が与えられた。 12月22日に浸水。竣工前の1933年、昭和8年9月、公主運転中の旋回性能試験で、復元性能が著しく低いことが判明した。このため初春と同じ9月30日に竣工したが、すぐにバルジを増設する工事が行われた。初春と小日は11月15日に、第21駆逐隊を編成した。 しかし1934年、昭和9年3月に、ともつる事件は発生し、再び、呉海軍交渉で大規模な改修工事に入った。初春と共に2番砲塔を後部に移すなど、上部構造を含む大幅な変更を行い、外観も大きく変わった。建造中に、同様の改装を行った4番艦初下が9月27日、3番艦、 若葉が10月31日に巡航し、ようやく第21駆逐隊に同系4隻が揃った。11月15日、第21駆逐隊は、第1艦隊、第1水雷戦隊に編入した。1935年、昭和10年9月に第4艦隊事件が発生して、戦隊強度の見直しが図られた結果、小部は、佐世保交渉で3度目の大規模な工事を行い、 最終的に最大速力が33ノットまで低下した。1939年昭和14年11月15日、第21駆逐隊は第二次海主艦隊第15戦隊に編入され中国南部で活動した。1940年昭和15年7月、ハノイに入港し仏印艦師団の西原機関の無線局となった。 さらにハイフォンに移動し9月までその役割を担った。11月15日、千本木十三四少佐が艦長に就任した。太平洋戦争開戦時、第21駆逐隊は、第1艦隊と共に内海西部で待機した。12月21日に、小笠原諸島南西海面へ進出、真珠湾攻撃から帰還中の第1航空艦隊などを出迎えた。 1942年、昭和17年1月、第21駆逐隊は、輸送船団を護衛し、ダバオに入港した。1月25日、第21駆逐隊が、スラウェシ島ダリを攻略した第一根拠地部隊、久保久治少将に増援として合流した際、初春が、軽巡ながらと衝突して大破した。コビは、若葉と共に初春を護衛して、ダバオに戻った。 小人と初島、若葉、長良は2月19日のバリ島攻略作戦に参加した。20日朝、バリ島沖海戦を戦った第8区逐隊、朝潮、大潮、満潮、荒潮と合流し、輸送船と共に任し去るまで護衛した。3月1日、スラバヤ沖海戦に敗れた連合軍艦隊の脱出を阻止するため、小人、若葉、初島、 測量を完築しで、バリ海峡を警戒した。米駆逐艦4隻が海峡に突入したが、損傷を与えられず逃走を許した。南方作戦とイン作戦が完了し、小尾は内地に帰島した。4月20日、寺内三郎少佐が艦長に就任した。1942年、昭和17年5月、第一水雷戦隊は、第5艦隊を中心とする。 北方部隊、細海母子老中将に編入し、アリューシャン方面作戦に転戦した。第21駆逐隊は6月上旬に、アッツ攻略作戦に参加、キスカ島の部隊を支援するなど、千島列島、アリューシャン列島方面で活動した。6月後から7日のミッドウェイ海戦で敗れた日本軍は、米機動部隊がアリューシャン方面に出現すると予想し、 北部方面の戦力を増強したが、米軍は、ガト東級、タンバー級の潜水艦を、新珠湾から派遣し、日本艦艇の前言を図った。コビは、第一水雷戦隊本隊から離れて、単艦で11日に、タンカー富士山丸と合流、以降は同戦の護衛に従事した。20日、第二十一駆逐隊は、アッツ島周辺で水蒸気を展開する、水蒸気部隊に編入された。 21日、コビは、アッツ島で、富士山丸から給油中、寒尾方向800メートルで、潜水艦を発見、爆雷で攻撃し、撃沈確実と報告した。報告を受けた第五艦隊は、潜水艦から機密文書を回収したいと考え、コビに、現場に戻って、沈没位置を特定するよう指示した。コビは、爆雷の10日海域で、 潜水艦を捜索したが発見できなかった。7月4日に作業を打ち切り、キスカ島に水上偵察機の配備を進める、水上機部と合流するため、同東南のアガッツ島に向かった。5日、午後、視界2キロ以内のノームの中を、速力9ノットで航海中、同東南端、サバック岬、ケープズバック沖で、米潜水艦トライトンがコビをラ撃した。12時50分に、 魚雷一本が、右舷中央部に命中、艦隊が前後に分かれて沈没した。寺内艦長等は転覆した船体に上り、この日万歳を唱えた後、行方不明になったという。夏でも海水温が低い海域での遭難となり、乗員百188名が戦死した。6日、水上機部隊は、キスカ島での作戦を一旦中止し、駆逐艦電を捜索に派遣。 アガッツ島に上陸した生存者を発見、36名を救助した。コビが撃沈された5日、キスカ島でも、米潜水艦、グロウラーの攻撃で、駆逐艦あられが沈没、霞と知らぬいが、航行不能になり、北方部隊は、増援部隊の帰祷を決めた。7月31日、コビは、帝国駆逐艦席から除籍された。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。